これまでは地震が発生してからの対応策などをご紹介してきましたが、地震に対する備えの一つとして重要なものに訓練があります。毎年秋に行われる総合防災訓練はもちろんのこと、葛飾区内では区民の皆さんが主体となって行われる訓練が数多く開催されています。続いてはその中でも特徴的な訓練をご紹介していきます。柴又北野地区では地域の皆さんが参加した避難所開設訓練を実施しました。この訓練では一時集合場所に集まり情報交換を行ってから避難所に移動、地域住民の手で避難所を開設するまでの流れを確認します。離れて北野小学校に学校避難所を。訓練の想定となった災害は震度6の直下型地震です。この地震の影響で家屋が倒壊、火災の影響などもありライフラインが停止、自宅での生活が困難と判断されたため、地域の皆さんは避難所へ避難することとなります。一時集合場所に集まった皆さんは町会の防災部の方の指示のもと集団で避難所へ移動しました。移動先はこの地域の避難所が開設される北野小学校。避難してきた皆さんの受け入れは事前に配布されている避難者カードをもとに行われます。このカードには住所や氏名、緊急連絡先など非常時に必要な情報が記入されています。最近では個人情報などの観点から住民の名簿などを町会が把握できないケースも多く、こうしたカードを作成することで避難者の状況や家族との連絡手段の把握などに効果を発揮します。今回の訓練ではカードをもとに避難所での人員の把握や生活場所の割り振りを行いました。そして避難所となった体育館に集まった皆さんは地域ごとに設営された区域に集まり避難所での生活を体験しました。いつ起こるかわからない地震、もし平日の昼間などに起こった際には地域に残された人たちで共に助け合わなければなりません。そうした状況を予測して金町常盤町会では地元の中学校と連携した防災訓練を実施、中学生の若い力を地域の防災力に活用しようとしています。そこは何区、何町、何丁目、何番何号ですか。土手の虎さん記念館のすぐ近くです。おじいさんが頭が必要なんですけど。はい、おじいさん意識はありますか。訓練には常盤中学校の全生徒が参加、これに常盤町会の住民や保護者、教職員、消防署員なども加わり総勢760名による訓練となりました。訓練は中学生が中心となって進められ、指導役を町会の皆さんなどが行います。当日は災害伝言ダイヤルのかけ方や三角巾を使った止血法、負傷者を搬送する訓練や消防署員によるレクチャーなどが行われました。また校庭では倒壊家屋からの負傷者の救出訓練や土のう作り、仮設トイレの組み立てや水害を想定したボートの組み立てなども行われ、地震だけでなくあらゆる災害を想定した訓練が展開されました。この訓練は東日本大震災をきっかけに住民の間で芽生えた防災意識を形にしようと始まったものです。中学生と合同で行うこの訓練は災害に強い地域づくりを進める重要な取り組みとして位置づけられています。どん
西水元にある特別養護老人ホームでは、地域の自治町会と連携した防災訓練を実施しています。これは災害発生時に施設のスタッフだけでは入居する高齢者を避難させることが困難であることを想定して、地域の皆さんの支援を仰ごうとするものです。延焼中、消火犯、煙に注意して出動をお願いいたします。1階食堂付近より出火、延焼中。区内の消防署ではこうした地域と社会福祉施設との連携を図るため、災害時総合応援協定の締結を進めていて、今回の訓練が行われた西水元ナーシングホームも地域の自治町会と協定を結んだ施設の一つです。訓練では地震発生とともに館内で火災が発生したことを想定、地域の皆さんが施設に駆けつけ入居者の安否確認を行うとともに、逃げ遅れた方の避難・救助活動が行われました。この日の訓練を受けて関係者は、災害が発生したとき防災力の核となる若い男性が仕事などで地域にいない場合もある、こうしたことを予測して女性や学生なども取り込んで防災力の強化を図っていきたいと話していました。地域の皆さんに避難者カードの配布などを行い、積極的な防災対策に努めている柴又北野地区。この自治町会では災害が起こった際、マンションなどの集合住宅で速やかな安否確認や救助などの支援が行えるように安否確認カードの配布を行っています。安否確認カードとは、怪我の有無をはじめ住民の避難に手助けが必要かなど、家の外からではわからない情報を近隣住民に知らせるものです。カードを玄関に貼るだけの簡単なものですが、このカードをもとにマンションの班長や救援に来た消防署員などが住民の状況をドア越しに一目で把握できるようになっています。こうして収集された情報は地域の避難所本部に伝達され、その後の支援活動を行う貴重な情報となります。今回の訓練は初めての試みとのことで、家族構成や被害状況の把握など安否確認カードだけでは読み取ることのできない情報の収集も必要といった課題も見えたとのこと。今後はこうした訓練の積み重ねから、さらに充実した災害対策を考えていくことの必要性などが確認されていました。東新小岩7丁目町会では、災害発生時に町会に住む人たちがどういった状況にさらされているのかを一目で分かるようにしようと、紅白の旗を使った情報伝達手段を考案しました。これは白い旗を掲げれば被害なし、一方の赤い旗を掲げれば救助・支援を求むといった意味を持つものです。町会では災害発生時にこの旗を通りに面した窓やベランダなどに掲げるように指導していて、遠く離れた場所からでもその家の状況が分かることから、この旗を現代ののろしと呼び普及を進めています。災害発生時赤旗が掲げられていれば、近隣に住む人たちがその家を目指し救助や支援を行うといった災害時の横のつながりを強めていくことも、この現代ののろしの目的となっています。赤旗発見、要救助者だと思われます。安否確認いたします。もしもし、赤旗出てますが、はい、どういった状況になってますか？要救助者の方いらっしゃいますか？東新小岩7丁目町会では、
災害発生直後の近隣住民が行う助け合い、共助を重視していて、普段からの地域住民の輪作りにも力を入れているということです。東金町5丁目大下町会。この町会の防災訓練で活躍するのは地域の女性たちです。 WRT ウーマンズレスキューチームと名付けられた皆さんは、応急救護や初期消火、また DQ ポンプの操作など防災訓練のすべてにおいて中心となって活動します。発足のきっかけは、東日本大震災の後、町会長が地域の女性たちに声をかけたこと。時間帯によっては男性が不在となる場合も考えられ、地域の防災力の向上には女性の力が必要と強く感じたそうです。現在チームのメンバーは20名。働いている人や子育てが一段落した人など年代は様々ですが、皆さんそれぞれに災害発生時に何ができるのかといった使命感を持って活動に加わっています。町会での訓練はもちろんですが、さまざまな防災イベントにも参加するなど、活動を通して知識や経験を積んでいる WRT の皆さん。こうした積み重ねがメンバーの自信や活動の意欲にもつながっています。チームの発足のきっかけを作った町会長曰く、防災イコール男性のイメージを変えていき、葛飾中にこうした防災の担い手となる女性組織の輪が広がってほしいとのことでした。葛飾区では区民の皆さんとともに災害対策を進めていますが、いざというとき一番の力になるのは皆さん一人一人の防災力です。これまでさまざまな災害対策をご覧いただきましたが、予想しないことが起こるのが災害の恐ろしさでもあります。皆さん日頃から災害について家族で地域で十分考え、いざというその時に備えてください。